こんにちは、松岡です。今日はですね、大宮に行ってきました。鉄道ふれあいフェアということでね、はい、こちらに行ってきました。で、毎年5月の4週目の土曜日だとして開催してるんですね。あの工場見学みたいな感じですね。こんな感じでございます。いろいろ展示物があってね、今日その動画をこれからあのお見せしたいと思います。おはようございます。鉄道ふれあいフェア入り口、こちらに向かっております。10万円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 。10万
パッとしないといけない。はい、いかがでしたか。いやーね、当日はねすごい晴れていて、やっぱりあの持ち物としてはやっぱり日焼け止めはやっぱ必要でしたね。あとはやっぱ水、水分はね、いるね。あと何かな、いるよ。あ、もし SL に乗りたい人、今回乗れなかった人に言いますと、まあ開演1時間前から並んだ方が良いと思います。僕も1時間前からの並んだんですけど、ギリギリ取れたって感じでしたね。はい、ってことで今日鉄道ふれあいフェアに行ってきましたという動画でした。ありがとうございます。